東京新聞の望月磯子記者が、能登半島地震での政府の初動対応について官房長官に質問したとのことですが、あまりにひどい自説にツッコミが殺到し大炎上しているようです。望月記者と林官房長官のやり取りの詳細、政府の初動対応とそれに対する自衛隊の見解など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。東京新聞社会部の望月磯子記者が17日、林芳正官房長官の定例記者会見で、能登半島地震をめぐる政府の初動対応について、林官房長官と舌戦を繰り広げました。望月記者が17日に、発生から29年を迎えた阪神大震災の教訓が、全く生かされていないと批判。これに対し、林官房長官は、発生当初から政府を挙げて、プッシュ型での物資支援を行ってきた。過去の教訓が生かされていないという指摘は当たらない。と反論しました。また、望月記者は、会見で、初動で、自衛隊の数が限られている。官房長官は、消防や警察も入れているというが、熊本地震での投入数より格段に少ないのではないかと、今回の震災での自衛隊の派遣規模が過去の災害と比べて少ないと指摘しました。ただ、政府はこれまでも道路の寸断で被災地へのアクセスが限られていたことや、能登半島にはそもそも大規模な部隊が滞在しておらず、活動範囲の拡大に応じて人員を増強してきたことを繰り返し説明しています。これを踏まえ、林官房長官は現在自衛隊が1万4000人体制で活動していることに言及し、その上で災害の対応や地理的状況、被災地のニーズ等から単純に派遣した自衛隊員の規模だけで比較することは適当ではない。と理解を求めていました。ニュースを深掘り。というわけで、望月記者が能登半島地震をめぐる政府の初動対応について批判したということでしたね。確かに自衛隊の派遣規模について、秋田県の佐竹隆久知事も少し後手後手だと指摘し、また、最初から1万人が必要だったと述べ、我々東日本大震災を経験した者として、非常に歯がゆい状況だと強く問題視していました。また、立憲民主党では、泉代表も、自衛隊が1000人、2000人、5000人という、逐次投入になっているのは遅いと批判しています。ただ、政府は、部隊の増強を重ね、6日までに5400人体制に拡充しています。確かに、2016年の熊本地震では、発生から5日後に2万2000人を派遣した実績があるだけに、派遣規模に限れば、見劣りの感もあります。ただ、政府の非常災害対策本部会議に出席した木原稔防衛相は、記者団に対し、今般の自衛隊の災害派遣について、一部、逐次投入であるとか、初動が遅いといった指摘がある。私から少し詳しく説明をしたいと語り、半島では陸路が限られるため、道路の復旧状況や現地での受け入れ体制の段階などを見ながら人数を増やしていったと説明。自衛隊では、活動可能なエリアの拡大に応じて人員を増強する手法をとっており、主に平野部が被災した熊本地震とは条件が異なるとの認識を示しています。実際のところはどうなのか、というところでは、自衛隊関係者曰く能登半島の地理的条件から、むしろ、逐次、投入こそ最善の対応だったと思いますとして、被災地では、甚大な被害が出ています。自衛隊は何をやっているんだという声が上がるのも仕方ありません。とはいえ、自衛隊が
災害派遣で力を発揮できるのは、何より自己完結が可能だからです。食事、トイレ、寝る場所などを自分たちで確保できるのが最大の強みです。そのためには、補給路の整備が必要です。補給が不完全なのに、いたずらに人員だけを投入し、それこそ、現地の貴重な救援物資を自衛隊員が消費するようになっては本末転倒ですと語っています。そして、そもそも、逐次投入は、戦術の概念です。兵力を小出しにすると、敵軍に括弧撃破されてしまいます。これを戒める用語であり、今回は災害派遣なのですから、能登半島で戦闘を行うわけではありません。自衛隊は、1月1日の時点で、8500人から1万人の隊員を待機させました。現地の状況を踏まえ、地元自治体のニーズを丁寧にヒアリングし、小出しに派遣人員を積み上げました。こうして、被災地に悪影響を及ぼすリスクを減らしたのですと語っています。また、熊本地震との比較も、フェアな観点ではないと自衛隊関係者は指摘し、その理由として、熊本市には、陸上自衛隊の第8師団が駐屯しているとし、言ってみれば、第8師団の庭先が被災地になったようなものです。師団本部は、物品も資材も備蓄していますし、熊本県内は平野も多く、様々な道路が使えました。能登半島のように補給路を構築する必要はなく、本部から迅速に救援物資を届けることができたのです。また、第8師団の人員は6100人で、隊員も被災者だったという点は考慮する必要がありますが、これだけの人数が最初から被災地にいたというのは大きいでしょう。金沢市には第14普通科連隊が駐屯していますが、こちらは1200人ですと状況が違うと概説しています。さらに、率直に打ち明けると、熊本地震で自衛隊員の派遣人員が満単位になって以降、仕事のない隊員が目立ったのは事実です。また、自衛隊は災害派遣が専門ではありません。災害派遣されると訓練が行えないため、軍隊としての練度は確実に落ちます。自衛隊は国防が最も重要な役目ですので、バランスを保ちながら適切な人員を被災地に送ります。そして自衛隊は東日本大震災を筆頭に様々な震災を経験してきました。災害派遣に関しては、世界一のノウハウを持っています。そう簡単にミスを犯すはずもなく、今回の批判は、的外れのものが多いと言わざるを得ないのですと、安全な場所から、初動の遅れを批判する人たちに反論しています。望月記者をはじめ、現政権に対する批判感情が自衛隊批判に結びついている部分もあるのでしょうが、物事に対し脊髄反射的に批判するのではなく、ほんの少しでも考えてみる習慣を身につけるべきではないでしょうか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。なんで記者なのにこんな情報の感度低いの？記者のくせに言葉も調べない、取材もしない。批判ばっかなんだもの。記者じゃないよ。ただの活動家。地図が読めたり、地理が分かっている人間ならば、今回の被災地は、おおよそ自分の住んでる県の山間部の県境で発生したようなものだと、想像できるものだとばかり思ってました。知識も想像力もないと、こうなり果てるのでしょうか。東京新聞記者が朝日新聞記事を引用して質問。質問が長い。いつも他社週刊誌記事の引用。今後の課題についての質問がないのか。ああ、その人は記者風な方で、
記者ではないんですよ。あくまで風なんでお間違いなく。記者会見とは、国から情報を得るのが目的だが、磯子は主権をひけらかし、政府を批判する場と勘違いしている。邪魔だからつまみ出せ。必死で政府の荒探ししてるんだもの。それでも見つからなくて、無理やり政府が悪く見えるように持っていくもんだから、すぐ一蹴される。てか、なぜ熊本と比較なの？地震、津波の量被害あったのは東日本大震災と比較すればよいのに。まあ対応はあれだったから分かっててやってるんだと思うけど。磯子は、誰かがああ言ってた。こう言ってた。週刊誌に書いてあった。こればっかりだな。ものすごくバカだな。物事の悪いところを指摘するだけならバカでもできる。そこからどう改善していけばいいか提案できないなら、批判なんて無用の長物。この記者は、何もわからず調べず、とにかく批判するのが趣味みたいな人なので、構わない方がいいです。こんな活動家の記者と論戦を論じても無意味です。磯子さんって数えきれないほどやらかしてきたのに、全く教訓を得てないよね。被災地の人口数、被災者数、地理的要因、被害規模等などを挙げ出したら、キリがないレベル。そういった違いも踏まえずちゃちゃ入れてくる記者とやらは、勉強不足で能力が低いんで適当にあしらっとこう。ただ長いだけで内容がくだらない。聞いてて恥ずかしい。同じ質問を繰り返してるだけだな。磯子は邪魔するのが仕事だから。マジなんでできんにならないの？愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？望月記者は、地元の情報を確認することなく、自説をとうとうと述べているにすぎませんね。七尾市長、滋賀町長、村井宮城県知事などが出演しているニュース番組では、村井知事は、東日本、熊本の両震災の経験が生きており、初動は早かったと評価していました。地元の2首長も、その点の問題は全く指摘していませんでした。大変申し訳ないが、東京新聞は、当記者の処遇を、そろそろ真剣に考えた方がいいのではないでしょうか。持論展開。質疑の場で討論を吹っかける。端的に話もできない。まさに、これが、様々な、対応や適切な情報発信を遅らせています。もはや、望月記者の質疑するシーンは、個人的には不快感しか残らない。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴。ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。